皆さん、はじめまして。三原一太と申します。稲荷です。イチペディアへようこそお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルでは、歴史にまつわるいろんな出来事を皆さんと楽しくシェアしていき、歴史を楽しむ。そんなことを目的とした番組となっております。歴史って楽しいんですよ。こんな事件あったんだとか、あ、こんな人がいるんだとか、あ、ここでこんなことが起きちゃうんだとか、いろんな出来事が膨大な量収まっている。それが歴史っていうコンテンツなんです。しかもですよ、ただ歴史を楽しんでいるだけなのに、教訓ですとか、示唆ですとか、故事成語とか、そういったものが自然と勉強できる。なのに、学校から離れてしまうと歴史からも距離を取ってしまう。それがもったいない。そう考えていた私とこの稲荷くんとで、この歴史になんとか気軽に楽しく触れる企画はできないものかなということで始めましたのが、このイチペディアという番組でございます。はい。このイチペディアでは過去に新選組の話、鎌倉時代の話、戦国時代の話、そして、三国志やキングダムといった中国史のお話、世界中の英雄についてのお話、お茶のお話やメガネのお話など、そういった文化面から見た歴史のお話、そういったいろんな角度からの歴史のお話を今までもお伝えしております。そんな君たちは一体誰なんだいと思われる方もたくさんいらっしゃるかと思います。改めて自己紹介をさせていただきます。私、三原一太と申します。日本の東京都出身で、劇団腹ペコペンギンというところを拠点に俳優を営んでおります。俳優と同時進行で CM 等のナレーション、声のお仕事もさせていただいております。歴史が好きで初めて触れた歴史作品はベルサイユのバラでした。そんな私の相方がこちら。稲荷です。京都出身のキタキツネで大変希少な存在です。イチペディアではアシスタントを担当しています。歴史についてはまだまだわからないことばかりなので、このイチペディアで皆さんと共に歴史を学んでいきたいと思っています。初心者だからこそ気になる点を一緒に楽しめればなと思っています。はい。そして、我々のこの動画を作成編集、そして皆様にお届けしていただいております中の人という方がいらっしゃいまして、この3人体制、これがチームイチペディアでございます。皆様今後ともどうぞご贔屓にお願いいたします。はい。ただですね、我々歴史家ではございません。はい、歴史家ではありません。あの、歴史が好きなんですけれどもね、ですのでたまに間違ったことですとか誤った情報をお伝えしてしまうことが万が一にもあるかもしれないんですけれども、その場合はどうぞ優しくご指摘いただければ幸いでございます。はい、何卒。何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしますといえば、チャンネル登録、高評価ボタン、そして動画へのコメントなどもお待ちしております。ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしていただければ幸いでございます。はい。はい。それでは、本編動画の方でお会いしましょう。